Hey guys, what's up? It's Exuperist here, and today I'll be reacting to episode 6 of Kimi to Boku. And everything's gone a lot better now. It's improved ever since the first episode. So yeah, let's just get right into it. This is episode 6 of Kimi to Boku. Hey guys, before we continue with the reaction, don't forget to hit like and subscribe and click on the notification bell so that you won't miss any new uploads. And with that, let's go back to the reaction. Yes! We're finally gonna have his hair cut. Oh my gosh. How are they going to do it all by themselves? It's like what? Like a surgery. Nah, they're gonna go full on haircut. Not just a little bit. Okay. Oh my gosh. Will it be uneven? Oh no. Oh wow. A buzz cut? Why was he growing out his hair in the first place? Oh my gosh. Wow, summer was so quick. It's just a couple episodes. Well, according to the opening theme, right? According to the opening animation, his haircut's actually gonna turn out well, so they did a good job. See, there it is. I really do want to know why he was growing his hair out in the first place, because it seems like he would look a lot nicer if his hair was shorter, like this. I mean, right? And I bet Masaki is just going to fall even more for him because of it. Okay, what happened? What was the result? Oh, okay. Really? His hair's like that? Okay. Oh, that's why it frizzes. ほら、聞かれてみ。私の仕事どっちが大事なのって。いくら勉強できても女心がわからないじゃダメだよ、カナメッチ。女心じゃなくて親心だろう。わかった。勉強の方が大事なのね。お母さんより。ああ、な
かせちゃった。もう泣かすな。うるせえな。もういいから。ガサは出てけよ。邪魔だから。Oh my gosh. It's gonna get worse.なあ、かわいそう。何してんだよ、早く追いかけろ。ごめんと言いつつ、あれは恋の駆け引きだよ。追いかけて欲しくて言ってるんだから、勇気読まないと。お前ら、いい加減にしろ。ごちそうさんでした。よし、ジョキーン。なんか頭良くなった気がする。いける、今の俺ならいけるぜ。やはり病の時から、勉強はメガネか。カラメッチもかける？てぇ、カラメッチもかけてるじゃん。俺のバカ、バカ。I have no idea what's happening. 金のメガネかけてる暇があったら、一つでも宿題終わらせんか。いやぁ、百均っていろんなもんあるよね。ファンキセット。Wait, everybody bought something. リラックスボール。ニギニギすると脳が刺激されるって。本当、いろんなものがありますね。つが、宿題すんのに何余計なもん買ってきてんだよ。いやぁ、ついつい。Just happened. Yeah. Well, it does happen sometimes. Like, ねえねえ、 impulsive buying. カラメッチはメガネいつからかけてんの？ So that's going to be the subject of the whole episode. いつからでしたっけ？そんなことより、今は宿題や。幼稚園の頃はまだ。Well, obviously, he was still a very young kid.まあその頃から色眼鏡で物事を見る子ではあったね。そういえば雨の日にてるてる坊主作ったことがあったけど。絶対勇気と雄太は変な顔描くだろう。ひどい。カナメ君は僕らのこと色眼鏡で見ている。そういうの偏見なんだ。 Oh wait, they do have different hairstyles. あれは全然偏見じゃなかったじゃねえか。とにかく、カナメは生まれた時からメガネのセットだ。好き勝手言うな。なんだよ、ひどいな。幼馴染のくせにカナメっちのチェンジの瞬間を忘れたんかい。忘れたんじゃなくて、最初から記憶に留めてない。そこ胸張って訂正するとこじゃねえだろ。中二の頃じゃない？メガネかけたの。中二？いや、確かあれは。塚原くん。君のだよね。あ、すみません。入学早々理科室に忘れるなんて、いつもかけてた方がいいんじゃない？つってもな。Well, he can just wear contacts. あいつのメガネ、今度からガリベンくんって呼ぼうぜ。んなことしてんなら部活見学でも行ってこいよ。もうすぐ決めなきゃなんないんだから。面白いですよ、指相撲。ほら見てください、ゆうきくんが似顔絵描いてくれたんですよ。可愛いですよね。俺のはこれ、漫画読みながらでも倒せるぜっていう余裕ね。そうそう、ゆうきすごい指相撲強いんだよ。そりゃすごいな。中学生活にそれが生かされることはないと思うか。He's blind. もしかして目悪くなった？え？おう、まあ。え？そうなんですか？じゃあ黒板もよく見えないんじゃ。ああ、授業中はメガネかけてくから。メガネ？カナメくん、メガネ買ったんですか？見せてメガネかけてるとこ。あ、それなんかメガネケース。なあ、もう触んな。お前らの前でだけは絶対かけねえ。笑うに決まってるからな。ジュンはそんな子じゃないよ。おめえらだよ。おめえらどうせガリベンだメガネ君だなんだって言うんだろうが。いや、そこまでは言わない。かな。なんだその歯切れの悪さは。じゃあさ、俺と勝負しよう、カナメ。俺が勝ったらメガネかけてるとこ見せて。はあ、なんで俺が指相撲なの。うん、いいよ。おい、わあ、楽しみです。何勝手に返事してんだよ。はい、カナメも親指に顔描いてあげるね。いらねえっつの。ああ、やめろ。はい、じっとして。動くと変な顔になっちゃうから。もともと変な。ゆうたくんとゆうきくん、
やっぱりよく間違えられちゃいますね。まあ、前髪以外同じだからね。Yeah, they're bangs. 眉毛もっと太くする？メガネは丸メガネ？瓶縁？牛乳瓶？だ。どこが前髪以外全部同じだ。全然違うだろう。俺を怒らせる回数が。東。浅田昇龍西俺はまんまかよ見合って見合ってはっけよーいぶねえなてめえわざとじゃないもん手が滑っちゃったんだもんおいシンバこいつ今反則しようとしたぞ目をガードするためにもやっぱメガネかけるしかないねですねなんでだとにかくちゃんと注意しろよはいはいユキ3回ファウルしたら失格にするからね3回あれば十分です目は2つじゃあ仕切り直しね OK ちゃんとやれよ分かってるってばはっけよーい残ったこんな指相撲見たことないですもう指相撲じゃないからねああめんどくさいななんだ俺に負けるのが悔しくて試合放棄か普通に見せてよメガネくらいお前待てやめろってちょっとだけだよガッと見るだけ。おてら。おい、謝れ一年。あ、メガネ。おい。あ、すみません。まあまあ。たく、最近の一年は。メガネ、メガネっと。ダメだよ、ユウキ。ちゃんと謝んないと。お前、生意気な態度取ってっと目つけられんぞ。目つけられるって？あれだよ。ヤンキーな上級生が下級生を体育館の裏に呼び出してボコボコにすんだよ漫画でよくあるじゃんそうなんですか怖いです大丈夫だよ、シュンは別の意味で呼び出されることはあってもう無茶しないでくださいね、ユキ君あれまあ大丈夫じゃないほら、もしそうなっても指相撲で穏便に済ませてくれるかもしれないしはぁ、お前が穏便に済まさねえだろ油性で駆け上がって勇気の野郎、いつか絶対痛い目合わせてやる I mean, this his おい、勇気 I mean, if his thumb sweats, he'll just be able to get rid of it that way, right? いねえのか He should just wear his glassesOr wear contacts if he doesn't want them. Asaba Yuki. Asaba-kun? Asaba-kun, nara, saki 3年生の人たちと体育館の方に行ったの見たけど。3年生。まさか。いや、でも、上級生と体育館が。It could be about the volleyball club, though. He may have misunderstood, but.もしかしなくてもこれってやべえじゃん そもそもあいつは根から礼儀っつうか常識が足りなさすぎんだよたまにはいい薬だいい薬Isn't this Yuki though? 何言ってんだよ。お前心配じゃねえのかよ。このままじゃ Yuki、3年の奴らにボコボコにされんだぞ。
前、それでも勇気の兄貴かよ。あ、いや、ボコボコってまだ決まったわけじゃねえけど、とにかく立てて。ほら、あれ、みんなで何してるの？だから勇気が。And this one's Yuta. Yuta? そうだけど。え？さっきさ、男子バレー部の人たちに見学だけでも来てくれた。Yeah, so okay. That's what happened. 大変だったよ。なんで？とりあえず。体育館って。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。俺の勝ちですね、カナメ君。で、ユウキが何だって？なんでもねえ、なんでもねえ、なんでもねえ。 Got tricked into it。 途中で教えろよ。言おうと思ったんですよ。でも、なんかカナメ君すっごく必死だったから。必死じゃん。ユウタ、どうしよう、すごい寒い。カナメが俺のこと超心配。言うな。あれ、カナメ君、それ、おお、指相撲負けたからって本当にかけてきてくれるなんて思わなかったです。ちゃんと見えてないとろくなことにならねえからな。いいんじゃない、お似合いの。おめえが言うとなんでこう悪意を感じるんだろうな。っておい、何勝手に書いてんだよ。でも本当に似合いますよ。いいよ、無理して言わなくても。カナメ君、メガネすっごく似合ってます。はい、完成。また油性で描いたろ。いいじゃん、これからもずっと描けてるんだからさ。カナメガネ君。なんだカナメガネって。いかん、いらんことまで思い出した。この恥は墓場まで持っていこう。で、結局いつメガネかけたの？中 2？ ああ、中2だ中2。中1じゃなかったでしたっけ、カナメガネ君。なに？カナメガネって。いや、それがさ、カナメが俺のこと超心配して。言うな！ Alright. まさきちゃん。あ、やっぱり変ですか。テルは。え、すごく似合ってる。あ、そうですか、よかった。Okay, she looks like a really small girl. ごめんなさい。This frame.Like she's in elementary or something. Kaname-kun の家の庭で髪切ったんですよ。髪切ったけど、思ったほど涼しくならなかったですね。行きましょうか。それでも夕焼けの雲と時折吹く風に、僕は夏の終わりの気配を感じた。 Alright, that was a very chill episode. Not much really happened significantly except for Shun's haircut finally. So he started growing out his hair apparently because if his hair is short, it will frizz a lot more.He looks a lot better with short hair, to be honest. Anyway, so for most of this episode, we were just looking at the history, the backstory of Kaname's glasses and that whole story, which was interesting. I wouldn't say anything exciting really happened. We just got to know a little bit more about the bonds that they shared ever since.Way back in middle school, and that whole story about the thumb wrestling. But anyway, that whole story was interesting. How he started wearing glasses because he lost to Yuki at a thumb wrestling match. So yeah, that was episode 6 of Kimi to Boku. And thank you guys for watching, and see you in the next one.